はい、ミニゴルファー雪村です。本日ですね、12月の27日ですけど、2回目のですね、まあ合計4戦目になるんですけども、本日2戦目の、視聴者さんとのですねバトルをしていきたいなと思います。2回目はですね、三平純太郎さんという方ですかねから戦いを申し込まれましたので、今から戦いの場に行きたいと思うんですけど、とですね、その前にちょっと衣装替えをギア替えもしたいと思いますが、どうしようかな、ボール。とりあえず何しようか悩むところですが、こちらのボールでいこうかな。ちょっとコントロール重視でいきたいと思います。1戦目、ちょっとコントロールがですね、不安なところもあったので、今回ちょっとコントロールを強めの球でいきたいと思います。まあ、特にショットポイントにジャストインパクトとかそういったところはつかないのでね、インパクトよりもコントロール重視ですね。では、今日2回目の戦いの場所もですね、また私の方で決めさせていただいたんですけども、バンターのカントリークラブの6ホールですね。先ほどの夕方6時半からの戦いと一緒なんですけどね、ステージは。あ、見えましたね。純太郎さんですね。見えました。ランクは86で、共に86ですね。で、レベルが私の方がちょっと多いというか、9ですかね、状態です。ですね、もう3連敗中ですからね、今回こそは勝ちたいなと思います。ちょっと本気でですね、行きたいなと思うんですけども、あれ、今までもずっと本気で行ってるんですけどね、今回もガツッと本気で、もうちょっとですね、もう多少待たせてしまってもいいので、しっかりと調校してですね、イーグルを取っていきたいなと。もうパーなんてですね、もう会った日にはもう負け確定みたいな感じですからね、このバトルは。のでまあ先にミスった方が負けということなので、もう絶対ミスらないように慎重にやっていきたいなと思うんですけども。よし、では行ってまいります。さっきと同じホールは出るか出ないか何とも言えないんですけど、あの木は悔やまれましたからね、木に当たるというね、本当にもう何ともやってるはずなのに。はい、ここから始まりますね。ここはもうパワーモードを使ってしっかりと飛ばしていきたいと思います。はい、よろしく。ではでは、ここはもう何も考えずにですね、もうとにかくまっすぐ飛ばすと。さあ、純太郎さん、どのくらい飛ぶ方なんでしょうか。大体同じ方向に今打ちましたんでね、大体飛距離の差がかかると思うんですけど、私はパワーモードを使って、多少純太郎さんよりも前にいてます。純太郎さんがパワーモードを使ったかどうかわかんないんですけどね。まあ、私も飛ぶのかもしれないですね。さあ、ここです。この精度です。ちょっと風読みます。さっきと一緒ですね。あんまり風は、もう、ないに等しいですね。ほんの少し考慮するぐらいでいいのかなと思います。のでちょっと今回つま先上がりをちょっと計算して右に今ずらしましたが、あとはパワーか。はい、ちょっと弱めで、ちょい弱めできます。よしっけ、ベタピン来い。ベタピン来い。半ホール目から、ベタピン来い。お、来た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 。お、いいですね。いいです。ナイスショットです。素晴らしい。今、純太郎さん先に上がってますね。イーグル取ったってことかな。はい、最初のホールイーグルです。よしよし、いいぞ。お、純太郎さん、イーグルじゃなかったということなので、パッドが外れたか何かでしょうか。はい。お、いきなり最初のホールから、ワンアップということで、いいぞ、いいぞ。よしよし。このまんまですね、このワンアップを守るのか、追いつかれるのか、引き離すのか。はい、ここもパワーモードを使って打ってきます。えい。純太さんよりも飛ぶのであれば、有利かなぁと。はい、130ヤード。さあ、この
見つけたい。もうちょい。はい、このくらいでいこうかな。あ、ジェンタルさんもあそこに転しましたね。さあ、ミスは許されない。えい。風はあんまり考えなくていいから。お、来た。2連チャンでベタピンです。いいですね。はい、こんな感じで全てのホールいっちゃいますからね。楽勝パットですね。よし、ここもバーディーです。いいぞいいぞ、順調だぞ。おっと、ジュンタレさん、ここパーだったんですね。ということはもう2ナップということか。2打勝ってますのでね、もうかなりこの後の残り4ホールだいぶ気が楽になりました。よしよし。でもまだちょっと勝ちを意識しちゃいかんぞ。油断すると大失敗をするのが雪村です。前回ちょっと足りなかったので、前回よりもちょっと強めで打っていきたいと思います。前回よりもちょっとずらしが甘かったかな。あ、やっぱりそうですね、ちょっとずらしが甘かったですね。はい、でもこれをしっかりと打ます。8センチ上がり、このくらいでいきたいです。どうだ？よし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 、いいぞいいぞ。いいぞいいぞ、順調順調。最初の3ホール順調ですね。うん。さあ、残り3ホール何が待っているのかな。あの木のホールだけは来ないでほしいな。ここですね。これどっちの道を選ぶかですよね。そのまんま打って、も届かないだろうし、番手下げて左から行くか。絶対届かないもんな。届かないですよね。右の島狙うか。4番アイアンまで下げなきゃいけないのか。そっか、しょうがないですね。でもこれで行きます。今、カコンって言ってましたね。もう、ジュンタレさん上がっちゃったんですね。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとお待ちください。いや、焦っちゃか、焦っちゃか。ここで焦ると失敗する。ここはちょっと弱めに、どうだ。しっかりと乗せたい。乗りましたね。よし。フェアウェイに乗っていれば、まだ大丈夫。ここはつま先下がりなのでちょい右ですね。高低差を考えなくていいから、バックスピンを考えて、どうだ。よし、スピンかかったですね。さあ、これもこのくらいで5センチアップ。おっと、よかった。はい、いいですね。いいぞいいぞ。おっと、イーグルだったんですね、ジュンタレさん。ここで一つ縮められたということか。ワンナップということなんで、これがラストホール、あと2ホールある。なので、さあ、ここしっかりと風もちゃんと読んで、しっかりと、しっかりとピンそばまで持っていきたい。 7.2 ヤード下げ、このくらいかな。さあ、いけ、頼む、来い。あー、ずらさなくてよかったのか。風1メートルだったか。まあこれはほぼほぼまっすぐだな。よし、よし。いいぞ、ジュンタレさんがホールインワンさえしなければ。お、まだ打ってないですか。あそこですね。
よし、これでワンアップのまんま最終ホールですね。よし、ちょっと勝ちを意識し始めましたね、木村くん。よしよし、初の勝利、4戦目にして初の勝利が見えてきた。よしよし、しっかり行くぞ。ここだここだ、ここですね。どっちの道で行こうかな。悩むな。この狭いフェアウェイか右か、でも島までは届かない。パワーモードは残り1回か。順太郎さん左の道行きましたね。俺もこっち行くか。よし、パワーモードは2オン用に取っときます。ここまずしっかりとフェアウェイに乗せたい。よし、残りました。さあ、ここですね。パワーモードを使う必要はありますね。使います。11ヤード上がってます。さあ、このつま先下がりどう読もうかな。風は考えなくてもいい。木に当たったらもう負け。木に当たらないこと願って。いけ、よし、うわ、やばい。おーし、よし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 、木に当たらなかった。 OK です。よしよし、乗れば OK、 乗れば OK。 おっとスネーク、微妙なスネークラインだけど、まっすぐと見た。下り12センチ。うん、いけ、かまがう。おお、よかった、入った。よーしゃ、イーグルだ。そして勝ちだな。よーし、あー、順大さんもイーグルでしたね。危なかったな、パット外したら同点でしたね。同点どころかショットポイント今すごかったな。よし、勝ちました。やっと勝ちました。やっと雪村勝ちました。いやー、よかった。はい、お疲れちゃーん。やっぱそうだ、ショットポイント300の差しかないですよ。ワンナップしているのに300の差しかないということなので、イーブンだったらまたショットポイントで負けていると。いうことで、まあ、相変わらずやっぱりあれですね。ショットポイント稼ぎは本当に下手くそですね。でも、こういうバトルはショットポイントをしっかりと稼いでいかないと、スコアでイーブンの場合は大体負けるというパターンですからね。もっともっと勉強しなきゃいけないですね。でも、いい対戦でした。順太郎さん、ありがとうございました。そして、やっと勝ちが来ました。今日は美味しいお酒が飲めます。いやー、また、順太郎さん、対戦よろしくお願いいたします。そして、こんな雪村ですけども、対戦したいっていう方が見えましたら、ぜひぜひコメントをお寄せください。お待ちしております。それでは、ご視聴ありがとうございました。雪村でした。